それでは続けますね。先ほども少し申し上げたんですけども、我が国は周辺を海に囲まれているために、対外から、つまり外国からの侵略を非常に受けにくいという恵まれた立場でありました。でもその一方でね、島国ということはどうしても遅れてしまうものがあります。それは何かというと文化です。文化は我が国は少なくとも紀元前までは、紀元前から紀元後、弥生時代のあたりまではどちらかといえば遅れていました。でその遅れていた文化を吸収するには何をしたかというと、我が国にすぐ海を挟んでそばにありました中国大陸ですね。この中国大陸からの文化を学ぶということだったんですね。でその中国からの文化を、さまざまな文化を学んだという姿勢なんですけども、ここで一つの大きな問題がありました。それは何かというと、現代においてもね、その影響は残ってるんですが、皆さん中国って言いますよね。この中国の中っていうのは中っていうじゃないですか、どういう意味かご存知ですか。これはね、まあ、これで中華っていうんですけども、別にこれにね、これにね、五目とか冷やしとかくっつけたら美味しいんですけども、もちろんそういう話をするわけじゃありません。この中華というのはね、要するにね、文化的には真ん中ですね、真ん中のこれ花、つまり中心っていうんです、これ両方とも。これは何を意味してるかというと、我が中華こそが世界の文化そして政治の中心であるという強い自負なんですよ。でここが中華が中心やとすると、周辺の国はどうなります。周辺の国は中華に比べたら劣ってるんですよ、ね、そういう思想なんです、この中華っていうのは。でね、こういう思想のもと、まあ、中国大陸では過去に何度も王朝が入れ替わってますね。その王朝が入れ替わってるんですが、その入れ替わった王朝でもずっとつながってることが一つあるんです。それは何かというと、中国こそが、中華こそが政治や文化の中心地だと。だとすれば、他の国は中国の支配下に入れ、要するに臣下となって屈服しろって言うんですよ。他の国は臣下になる、そして屈服、つまり我こそ一番やからお前らはしもべじゃ、ひざまずけって意味なんですよね。なんか20世紀の今でも同じようなこと言ってるような気がするんですが、まあそれ置いといて、でひざまずけということは、要するにお前ら貢ぎ物を持ってこいってわけですよ。だからつまり貢ぎ物を持っていくと、失礼、ちょっと間違えました。貢ぎ物を持ってこいというわけですね。そしてこれ屈伸家として屈服して貢ぎ物を持ってくると、でこの中華の王朝ですわね、はい、中華の王朝に対して貢ぎ物を持ってくることこそが大事であるということから、この王朝の朝と貢ぎ物の項を取って、朝貢外交というんですね。昔から中国は他の国に対してこういう朝貢外交を義務付けていたんですね。でこの朝貢外交ですけども、具体的な例を挙げてみましょうか。かつて我が国も同じように朝貢外交をやらされていました。例えば、今の福岡にあるとされている那国ですね。那国は紀元後57年に当時の、中国の王朝であった五家に朝貢して、でこれ皆さん有名ですね、漢の倭の那国王という金を授かっています。で同じように239年には邪馬台国の卑弥呼、ちょっとこっち書きますね、239年、邪馬台国、失礼、
邪馬台国の卑弥呼は魏に朝貢しました。で、魏に朝貢したことで残念ながら金印は見つかってないんですけども、新義和王という王印とですね、多数の銅鏡を送られたとされています。これ全部朝貢外交です。もう一つあります。大和朝廷、今のね皇室のルーツに当たると言われてるんですけども、大和朝廷が政治の実権を握るようになったからもなってからでも、5世紀に今の21代の天皇でやらせられる雄略天皇っていうのがあるんですけども、この雄略天皇が向こうの歴史書では和王武と名乗ってるんですね。でこの和王武がですね、その当時の、中国を支配していた、といっても南側しか支配していなかったんですけども、宋という国に朝貢したという記録も残ってます。これ全部そうなんですね。で、和王武の他に5人の王様がいた、5人の王様が次々と朝貢したということで、和の五王と言われてますね。まあ、これ全部そういうことで記録には残ってるんですけども、でも、羅国とか邪馬台国とか我が国全体を支配していたわけではないと思われる国ならともかく、大和朝廷はやはり我が国の全体の 大半ですね、まあ、東北とか九州とかはもっと後なんですけど、我が国の中心地をもう完全に支配したと言われてるんですよ。特にこの雄略天皇の頃には埼玉と熊本で若竹大君という鉄拳が残ってますからね。ということは埼玉や熊本あたりまで大和朝廷の支配を伸びていたとされているんです。ということは我が国の大部分も支配しているわけなんですよ。そんな我が国の大部分を支配しているのは国、まあ独立国ですよね。その独立国がいつまでたってもこういう屈辱的な朝貢外交を続けなければいけないというのは、正直当時の大和朝廷にとってはもう我慢の限界だったんです。